おはようございます、たかしです。本日は2月2日水曜日、ただいま10時49分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずはポンド円なんですが、今は様子見相場という感じですね。ポンド円に限らずドル円とかユーロドルもそうなんですが、今は調整を行っているというか様子見しているという感じですね。今週は指標がいっぱい発表されます。そして明日木曜日は BOE の政策金利発表がありますので、ポンドに関してはそれ待ちかなという感じで、今日明日とはまた動かないような日が続くのかなという感じですね。ただインジケーターが少し気になってきてます。日足インジケーターストキャスティクスが今高値圏に差し掛かってきております。前回の高値圏というのはここからの下落なんですね。そしてここの下落も高値圏からの下落になってますので、一回高値圏からデッドクロスしてくるとそれなりに下落をしてきておりますので、今結構高値圏に来ております。そして週足のストキャスティクスはすでにデッドクロスしておりますので、日足が今度デッドクロスしてくれば週足日足とダブルストキャスでのデッドクロスとなってきます。そうなるとおそらくそこそこ大きめの下落になるんじゃないかというふうに考えられますので、今の段階ではまだ分かりませんけれども、そろそろ下落の方向に向かうんじゃないかという兆しも見えてきた感じがします。ただ GMMA の今上に乗ってきておりますので、このままここでサポートされて上昇するとまた158円を目指してくる動きになるのかなというふうにも考えてますが、前回もお話ししましたが、ここですね、こことかこことか一回この赤いライン、これが週足の平行チャンネルの上限なんですが、そこを上抜けては全戻しというふうに二度否定されております。しかも高値を切り下げておりますので、このまま上げてくるっていう可能性は低いんじゃないかなと個人的には考えてます。では4時間足です。今エリオット波動白をイメージしておりまして、その4波が進行中かなと考えてますけれども、なかなかここの決着がつかない、もどかしい状態が続いてます。今 GMMA は収束してきておりますので、これで上にも下にも行く感じ。今日足も GMMA のすぐ上にありますし、4時間足も GMMA の上にありますので、今方向感がない状態なんですね。例えば GMMA から離れてくるとそこに戻るような動きをするんですけれども、ここみたいにそんな感じですよね。ここも GMMA と実際のローソク足が離れてるところから GMMA に収束するような動きをするんですが、今 GMMA 上にあるということはどっちにも行くということですので、今は日足4時間足ともに方向感がない、どちらへも行きそうな雰囲気には見えます。ただ個人的にはここにエリオット波動5波をイメージしてました。ここから5波が出るんじゃないかと考えているところ、そして先ほど日足でお話ししましたように、ストキャスティクスが高値圏、週足のストキャスティクスはデッドクロスというところで一旦下落するんじゃないかというふうには考えておりますが、今はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% のところに少しタッチせずに止まっている状態なんですね。ですので、今もしかしたらここ 50% 155.399 というところを一度タッチしてからの下落になるのかなという感じもします。ただ昨日の配信でもお伝えしましたように、この GMMA にサポートされて、この GMMA が上向いてきますと今度は上昇トレンドに変わっていきます。ですので今一旦強めに上昇して、そして下落してきたところでこの GMMA がサポートするような動きを見せますと、そこから一旦の上昇、158円ぐらいまで上げてくるとは思いますけれども、今はそれがどっちともわからない状態ですので、今はトレードは様子見と考えております。そしてマックDもそうですね、今方向感が全くない感じです。完全に横ばいになっておりますので、チャートはちょっと上昇気味ですので、ダイバージェンスといえばそうなのかもしれませんが、ダイバージェンスと呼ぶにはもう少し期間が欲しいなと思いますので、せめて今日1日もしくは今日明日ぐらいの2日間ぐらい期間を置いて、もう少しここがダイバージェンスだとはっきり認識できるようになってくると、もしかしたら下落の優位性が高まるのかもしれませんけれども、今はどちらとも言いにくいなと感じております。では1時間足です。ここに緑のエリオット波動をイメージしておりました。ちょっと見にくいかもしれませんが、1、2、3、4、5と。そしてこの急激な上昇が5波かなと見ているんですね。で、今はここからの修正波に入っていると考えておりますので、今 A、B、ここから C が出るのかというところですね。C が出てくると 38.2% もしくはここですね。154円ぐらいを目指して下落するのかなというふうに見てますが、今は直近の最高値がここです。ここの押し安値がここですね。154円付近になってますので、この緑のラインなんですが、ここを下抜けてくると、ここで目線が切り替わりますので、ここからは売っていけると思うんですね。ただ今はどっちともつかずになってきますので、ただここの高値を超えてきたからといって買っていけるのかというと、個人的にはやはりそれは難しいなと考えております。
理由は先ほど述べた通りです。そして1時間足はこの紫の上昇チャンネルの中で動いているんですけれども、これ見ていただいたらわかるんですが、このセンターラインですね、このオレンジの点線、このオレンジの点線を境に動いているんですよね。ここオレンジの点線より上で動いているんです。そして今オレンジの点線センターラインより下に入ってきておりますので、これがここから上に乗ってくればもう一段上昇するとは思いますけれども、ここのオレンジのラインを越えられなければここから下落していくんじゃないかというふうに個人的には考えておりますので、今はここからロングで買っていくというよりは売るポイントを探していく方がいいかなと見ております。ただ最初にも言いましたけれども、今週は指標発表が多く控えておりますということと、明日 BOE の政策金利発表というところでなかなか動きが出ない状態になっておりますので、今はどの通貨ペアも少しトレードをするべきじゃないなと個人的には思っておりますので、もう少し動きが出てからトレードをしてもいいんじゃないかと思っておりますので、無理のないトレードを心がけれればと考えてます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。